こんにちは、スマイルマイルです。岐阜県可児市の音楽教室スマイルミュージックアーツで初心者ギターの方を対象にサポートさせていただいております大野です。よろしくお願いします。本日の動画はギターの弦を張り替えるタイミングや、ね、張り替えようと思っているその目安、もしくはギターの弦を張り替えない場合どんな風になるのか、ギターの弦を張り替える場合と張り替えない場合では、まあ、音に、ね、どんな違いがあるのか、演奏性にどんな影響があるのか、そんなようなお話を、ね、させていただきたいと思っています。ぜひ最後まで、ね、ご視聴いただけたら幸いです。ギター初心者の方はギターの弦消耗品ということでね、頻繁にこう変えていかないといけないのかなとか、そうするとね、まあ、ギターのこの維持費というものどれぐらいお金がかかってしまうのかと、結構財布との相談っていうのもあると思うんですよ。で、実際に学生さんとかね、まあ、僕もそうだったんですけど、たくさんね、いろんなことにお金ってかかるじゃないですか、生活に。まあ、そういう中でね、自分の趣味とか好きなものにお金を割くっていうのもある程度ね、金額が大きくなってくるとそうはいかないっていうのがあるので、できればこのギターの弦もそんなに変えたくないなって思われてる方も見えると思うんですよ。この指が弦に触ってね、こうやって音をこう出すものですから、このギターの弦っていうのはすごく大事なものなんですね。ギターの弦がないとこのギター音出ないですから、でこのギターの弦がないと出ない、まあ、それぐらいギターの弦は大事だよと言いながらあまり変えたくない、ね、この葛藤ですよ。でこういうなんかこう不安というか疑問というか、まあ、こういうものを抱えながらね、演奏をしていくとなかなかね、なんかこう純粋に楽しむっていう方に時間が割けないと思って、ぜひ今日はここで、まあ、そうですね、そんな疑問とか不安を解消していただいて、純粋にギターを演奏していく楽しみの方に時間を割いていただけるようにお手伝いできればと思っています。まず僕のこの今の使っているギターの弦、だいたいね4ヶ月かな、4ヶ月近く今これ張り替えてないギターなんですよ。 OK ですか。4ヶ月ねギターの弦を張り替えてないって聞くと、まあ、ギターをね長くやってる方からすると、まあ、結構張り替えてないなって思われる方もいるかもしれませんし、まあそれぐらいだったらいいんじゃないかなって思う方もいると思うし、初心者の方だとね、あ、よかったって、4ヶ月くらいは張り替えなくていいんだよ、この間張り替えたばっかだしな、みたいに思ってる方もいると思うんですよ。で、このギターの弦は、まず4ヶ月で張り替えるべきかどうかっていう数字はね、あまり気にしないでくださいよ。ね、これ結論から言うと、何ヶ月弾いたかではないですよ。ね、どんな場所でどういう風に使ったかっていうのがやっぱり影響に関係してくると思うんですね。ですから、例えばね、すごく湿気が多いところに置いておいたら、まあ、当然すぐ錆びてしまうわけなんですよ。まあ、下手したら1日で錆びてしまいます。で、逆にすごく乾燥したところでね、やっていれば、まあ、ギターには乾燥しすぎてると良くないですけれども、ギターの弦は別に乾燥していてくれれば錆びることがないわけなんですよ。そのようにですね、まあ、環境によってもやっぱり変わってくると。あとは使う人がどれだけ弾くか、どれだけ手汗をかくのか、弾いた後でちゃんと掃除してるのか、そういうことも、ね、全部関係してきます。ギターが錆びるということはギターの弦が酸化していくということなので、まあ、当然その酸化していく要因っていうもの、外的要因はねたくさんあるわけなんですよ。なので今日はそういうお話は一切しません、まあ、そこはね、あの話し始めてしまうと、自分の中の基準っていうものがあんまり見つけれなくなってくると思うので、どんな使い方をしても、どんな状況下でどんな使い方をしても、ギターをこうパッと持った時に張り替える、まあ、タイミングっていうものを見つけれる方法があるんですよ。それはギターの弦が錆びていたらです。 OK ですか。ギターの弦がパッと見た時に錆びてきていたら OK ですか。これはクロートの人が見てわかるとかではなくて、素人の人が見てもこれ錆びてんじゃないかみたいな感じでわかるようになったら変えてください。これをね、最初は目安にしていただければいいんじゃないかなと思います。OK ですか。何週間弾いたらとか、何回弾いたらとか、どこで弾いたらとか、ね、どういう扱いをしたらっていうのは皆さんの中で変わってしまうので、ここではそこについては言及しません。そうではなくて、どのような使い方をしてもギターを見ればですね、わかるですよ、この錆びてるかどうかっていうのはね。そうするとどなたでもギターの変えるタイミングっていうのがある程度、まあ、大まかにねわかるんじゃないかなと。で、ギターの弦がじゃあどういうのが錆びてるかっていうことになるんですけど、鉄が錆びてるっていうのを見たことありますよね。
なので見れば分かると思うんですけど、この例えばこういう風にいつもここら辺を触って右と左触って弾いてますよって言った場合は、この弾いてるところも もちろん錆びてくるんですけど、触っていなかったところが、ギターの弦の錆がよく分かるところになると思う。 OK ですか？まあ、今ちょっとね誤解が生じてしまうかもしれないので、もう一回改めて言い直すと、ギターの弦を触ってるところは当然早く劣化するんですよ、触ってないところよりも。でも錆が見やすいところは、触ってるところっていうのはね、ギターのこの触ってるところっていうのは、この手の油とかそういうものがね、いろいろこうつくわけなんですよね、ギターの弦。そうすると錆がね、そんなに目立って見えなくなるんですよ。実際は同じように錆びてってるんですよ。なんですけど、あんまりね錆が目立って見えなくなるので、逆にいつも触っていない場所、こういうところとかね、こういうところとか、この辺りとか、こっち側だとか、ちょうどこの辺りとかね、こういうところっていうのはいつもね演奏で触らないところじゃないですか。でそういうところは、ギターのこの使っている環境の要因を一番ね目で見て分かりやすく、こうサビが目で見て分かりやすい部分で、当然触ってるところは錆びてますし、触ってるところは早く音が劣化してるんですけど、 目で見てね、目で見てギターの弦が錆びてるって分かるのは、むしろギターの弦を触っていない部分を見ていただくと、比較的ギターの弦が探しやすいと思います。 OK ですか？いつも弾いてるこの指のところをこうやって見て、あ、錆びてないなって見るよりも、いつも触ってない場所をこう見る、お、錆びてるみたいな感じですよ。当然同じレベルで劣化していきますね。ギターの弦は張った時からもうこの環境の中でどんどん劣化していきます。で当然触れば触るほど触ってる部分はもっと劣化してますよ。ただね、サビはねあまり見えないんですよ。なので使っていない弦のところを見るとサビが見やすい。 OK ですか？なのでギターの弦はサビがまず見えてきたら、まあ、変えましょうね。これはね、サビが見えてきたら変えるっていうのは、じゃあどれぐらいで変えるんだっていう話また出てくると思うんですけど、もうそれはね環境によって違いますから、パッと見てもうギターの弦錆びてるなと、ね、例えば1年ぐらい張り替えてなかったら錆びてるなとか、そういうふうに分かった時点でいいですよ。分かった時点で、まあ、ギターの弦をね張り替えていけるといいと思います。 OK ですか？ね、それもね嫌だなっていう方は、まあ、究極ね弦を張り替えたくないと言っても、ギターの弦はいつか切れるものですから、まあ、ギターの弦がね切れてしまったら張り替えればいいんですよ、そういう場合は。ただその後にちょっと問題が出てくるんですよ。ギターの弦をね錆び始めたら、錆びてるのを見つけ始めたら弦を張り替えてくださいっていうのは一つの目安ですよ。ただそれでそのまま使っているとどうなるかっていうと、ギターには良くないです、まあ正直言うと。でギターってこの錆びてるってことは、あのそのギターの弦の上に錆があるわけじゃないですか。でそれがまたこの木にこうやってギターの弦を押さえるわけですから、錆がこの指板についたり、このフレットについたり、フレットっていうのはこの金属のバーね、こういうところについたりして弾いたり擦ったりするわけですから、まあヤスリみたいになってですね、ギターに傷もつきますし、ギターがまあダメージを受けるわけなんですよ。で当然、まあ、錆びた弦を使ってギターにいいかっていうと良くないです。それそうですよね。錆びた弦の方が良かったら最初から錆びた弦売ればいいわけですからね。なのでギターの弦が錆びてたら良くないっていうのはまあ分かると思います。ですのでギターの弦が明らかに錆びていると思ったらもう絶対変えてください。でギターの弦になんとなく錆びてきてるように見えるっていう時点で変えていただければいいんじゃないかなと思ってます。 OK ですか？ギターの弦が錆びがなんとなく見えてきたらもう変えてくれ、そういうね、流れでいいと思います。でどうしても、まあ、それでね、変えたくない方とか、いろんな経済的な問題だったりとか、いろんな事情で、まあ、変えないっていう方は、弦が切れてしまったら、まあ、変えていただいた方がいいのと、まあ、弦が切れてしまった後にですね、まあ、このギターのこの指板のフレットだったり、まあ、こういうねフレットのバーだったり、そういうところがねやっぱり傷ついてすり減ってしまったりすると、弾きやすさとかチューニングとか、まあ、そういうものにねすごく影響が出てくるんですよ。要は変な話、平面になっているところが、この上にね弦が張ってあるわけなんですけど、デコボコになっちゃったりするわけですよ。そうすると押さえるところによっては音がおかしくなってしまったりね、そういういろんな、まあ、演奏面で問題が出てきます。そうするとこのギターの修理に出さないといけなくなっちゃうんですよ。 OK ですか？ギターの修理に出すとお金が結構かかります、ね、本当は高い時だと数万円とか数十万円とかかかってしまうんですよ。安いものとかでも数千円とかかかってしまう。
ね、うん、なのでどちらかというとギターの弦は数千円かからないものが結構ありますよね。だいたい600円から1000円ぐらいの間にいい弦っていっぱいあるんですよ。ということは一回そういうことをやらないことによって、まあ、ギターのこのねボディとかにダメージが与えられてしまって、まあ、修理をしてしまうよりもギターの弦を適度にねちゃんと変えていい音でしかも、うん、演奏していった方がトータル的にもお金はかからないし演奏面にも、うん、耳もねいい音を聞けるわけですから、いい音が、まあ、ギターが鳴るしギターにもダメージがないということで、ね、いいこと尽くしなんですよ結構。なのでギターの弦をね張り替えるっていうことにそんなにねあの抵抗を感じずに、うん、そんなに高いものではないと思うので頻繁に変えすぎなくても大丈夫ですよ。例えば、うん、何ヶ月とかねそういう言い方はできないんですけど、まあ、大体普通の初心者の方が、例えば仕事をしたりプライベートの時間を過ごしたりする中で趣味でちょっとポロポロっとこうギターをやっていこうっていう方は大体3ヶ月ぐらい張り替えなくても大体サビはねそんなに見えてこないと思うんですよ。ちゃんと使い終わった後に例えばねギタークロスとかでこの弦をねこうやって吹いたりね、うん、手で触ったところも触ってないところも吹いてあげたりギターボリッシュとかつけてこのギターのね弦の上だけじゃなくてこのギターの弦の下ギターの弦の下とこのフレットとの間とかをこうやって掃除したりね、まあ、そういう風にちゃんと手入れすれば別に3ヶ月ぐらいね全然ギターの弦錆びないと思うんですよちゃんと管理したら。なので全然もしそういう風にやりたいなっていう方はちょっと手間かかりますけどギターの、まあ、メンテナンスをちゃんとギターの弦のメンテナンスっていうものをしてあげれば大丈夫です。 OK ですか。なのでうん、そうですね、まとめてみるとギターの弦を変えるタイミングっていうのはギターの弦が錆びてるなっていうのが素人の人でも見てあ錆びてるっていうのが分かった場合これはもう絶対に変えていただきたいっていうことです。 できればギターの弦が錆びてきてるなっていうのがんこれ錆びてんのかな錆びてないのかなよく分かんないけどなんとなくちょっと黒ずんできたなみたいなので、まあ、変えていただいても、まあ、もっといいと。でもっと言えば、まあ、だんだん慣れてきてね、耳も育ってきたりすると、ギターの弦をね、張り替えた時と張り替えてない時っていうところの、ギターのね、その弦の響きの輝き度だったり、ね、響きの深さだったり、まあ、そういうトータルの、うん、面でね、音でだんだん分かってくるようになるので、そういう風になったら、あれちょっと響きがね、悪くなったなと思ったら別にギターの弦がね、一見新品に見えても変えればいいわけなんですよ。まあ、あとは例えばレコーディングなんか録音したりするときとか、うん、あとはライブの前とかねそういうときも、張り替えるといいと思います。ギターの弦がね切れるまでの間、まあ、もしくは錆びるまでの間にいろんな過程をたどると思うんですけどそのねギターの弦も、うん、音が悪くなっていくとは言うんですけど実際それってどうなのかっていうところをお伝えすると、まあ、プロの方でもねギターのこの弦をわざと張り替えない方見えるんですよ。ギターの弦をねわざと張り替えないで張り替えないと音はねだんだんこの劣化していくわけですから、うん、安っぽい音になるね。で劣化していくことによって音がこもるポコポコした音になるっていうんですかね響きがなくなる輝きがなくなる、ね、でギターの、うん、なんて言うんでしょう響きのトーンとかね、まあ、その響くこのなんて言うんだろう深さっていうのかなそういう振動も変わってくると思います。でそういうのがいろんな面でマイナスばっかり一見見えるんですけどわざとこのなんて言うんだろうチープな感じっていうんですかそういうね音でね録音したいっていう方も見えるんですよ、まあ、もしくはねそういった効果を狙うとかそういった意味でギターの弦をわざとこういうねちょっとねこもったような古くなったギターの弦の音を使って弾きたいっていう方もいるのでまあ、変な話ね、ギターの弦を毎回新しくすることだけが一番正しいわけではないと思うんですよ。好みもありますし。なので、先ほどお話ししたように、やっぱりね、ギターの弦は変えた方がいいかって言ったら変えた方がいいかもしれないんですけど、好みもありますから、ギターの弦をわざと使い古していく中で、一番ね、いい音っていうのがあることもあります、実際。で、僕は一番最初はギターの弦を頻繁に張り替えないと嫌な人だったんですよ。要はね、3日とかね、4日ぐらい経つと、毎日こうやってね、2時間、3時間練習してたんですけど、うん、毎日練習してると、ギター初心者の時にはですね、だいたい3日とか4日ぐらいで、なんか音がね、悪くなってきた感じがわかる。なんかね、輝きがなくなってくるというか。それが僕はすごく嫌で、ギターの弦の張り立ての音が昔好きだったんですよ。
で頻繁に3日に1回かな、3日に1回とか4日に1回とか、まあ、究極1回路上をやるとそのたんびに変えてました。だから1ヶ月にねどれぐらい変えてたのかな、10回近く変えてたんじゃないかなと思うんですよ。ですから10回って言うと、まあ、1万円近くねギターの弦で使ってたのかな、800円とかね、結構いい弦とかもいろいろ使っていたので、1000円超える弦とかもいろいろ使ってたりして、まあ、今みたいにね高いその2000円近い弦とかは当初はそんなになかったもんですから、だいたい高い弦って言ってます、今どうでしょう、1200円とかそんぐらいだったのかな。でだいたい650円とか、うん、800円ぐらいまでの間の弦だったと思うんですけど、まあ、そういうのを10回とかね15回とか1ヶ月に張り替えてました。でだんだんとこうギターの弦もそうなんですけど、いろいろ試したりして自分の好きな音っていうのがこう分かってくるじゃないですか。であと好みも変わる、で好きな音楽ジャンルも変わったり、ね、好きなアーティストも変わる、そういう過程の中で、うん、ギターの弦がどちらかというと響かずにちょっとこのこもってる音、こういうこもってきた音の方がなんて言うんでしょう、いいなって思う時期が来たんですよ、5年ぐらい経ったらね、うん、例えるなら CD ってすごく綺麗な音じゃないですか、うん、そういう、まあ、ハイレゾとかね、そういうすごく綺麗な音って最初聞いた時おーって感動するんで、いいなって思うんですけど、だんだん慣れてくるとね、うん、何かが足りないっていう風に感じるんですよ。綺麗なんですけどね、ものすごく綺麗なんですけど、なんか味が足りないっていう。でね、アナログの例えばレコードだったりカセットだったりとか、そういうのを聞くとなんかいいなって思うのあるじゃないですか、ないものねだりっていうのでね。でそういう時期がちょうど来たので、このギターのちょっとこもったような落ち着いたような音っていうのが、まあ、マットなね、すごく好きになって、今は結構ギターの弦をそんなに張り替えてないのかな、3ヶ月とかね。最近はどうなんでしょう、ギターの弦はね3ヶ月に1回ぐらいなのかな。昔は本当に3日に1回とかでしたけど、今3ヶ月に1回ぐらいなのかな。でしかも毎日弾いてますからね、何時間か。なのでもうすごい、もう弦もね結構古くなってきます、早いですよ。で黒くなってきたりとかね。ただ僕の場合毎回これ使った後に吹いてねメンテナンスしてるんで、まあ今このギターの弦4ヶ月ぐらい経ってると思うんですけど、全然ねそんなにサビはまだほとんどというかサビはなさそうな感じに見えますね。弦は若干黒ずんできましたけど、なので扱い方っていうところもやっぱりね大事になってくると思うので、うん、ギターにね愛着を持ってこう接していただければいいんじゃないかなと思います。はい、いかがでしたでしょうか、ギターの弦のお話、ギターの弦を張り替えるタイミングとその目安は、ギターの弦が錆びてきているなっていうのが分かったら変えてくださいっていうことと、うん、もっと、まあ、言えばね、ギターの弦が錆びる前にちょっと黒ずんできたなとかね、うん、ギターの音がねなんかちょっとこもってきたなとか響きが足りないなっていうのが分かったら、なるべく早めに変えていただくぐらいでいいと思います。いかがでしょうか、うん、ぜひね参考になったら、グッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。スマイルマイルのチャンネル登録をよろしくお願いします。